国会では今年度の第2次補正予算案の審議が行われ立憲民主党の泉代表が残高が残っている基金の積み増しを厳しく批判したのに対し岸田総理大臣は声を荒げて反論するなど与野党の対立が激しくなっています。先端半導体の生産基盤整備基金ということで前年度までに3764億円の残高がある。 これだけ残,が残高があって、しかも使っていないのに積み増す理由を教えてください経済対策、あるいは経その景気対策に関係ないかのような、この言いからをされることは誤解を招くこの先端半導体、経済安全保障、これからまさにこれ、必要とされる分野でありまして、それに対しての備えであります。 衆議院予算委員会では泉代表が3700億円余り残高がある基金をさらに積み増す理由を問いただしたのに対し岸田総理は経済対策の大変重要な部分だと反論しました。